じゃあ続いてこちら、ね、はい、ラジオネームペダルネームマナさん、私は高校2年生で家が自転車屋さんをやってるんです。すげえ、ね、私は弱虫ペダルは漫画ではなくアニメから見始めたんですが、ヒノインのミキちゃんの家の自転車屋さん、神崎自転車店ね、がすごくリアルで感動しました。リアルで、うん、あ、自転車屋のこの娘が、マナちゃん、うん、いわゆるミキちゃんと同じ立場ですよ。そうですね、まさに。その自転車屋さんの感じがすごくリアルなんだって。例えば床の素材、うん、あと自転車部品の壁へのかけ方、まさに私のうちって感じ。すごい、うん、なぜ今まで弱虫ペダルを見てなかったんだろうと後悔しました。弱虫ペダルのコミックスをうちのお店の店頭に置きたいくらいですって。おらおら、うわ、置いてくださいよ。置くだけならできるでしょ、置いてください。いやでもそういうのやっぱそう、あとほら道路とかもそういう描写もすごい綺麗じゃん、道とかの、うん、そうですよね、そういうとここだわってんじゃないかな。確かに、そっか、自転車屋さんの人からメール来ちゃいましたよ、いやこれ本当にね、ご自分のお家のね、そうですよね、プラスにもなると思うんで、コミックと、あと、アニメをずっとねエンドレスで流してる、ね、流してるね、ぜひぜひぜひ、いいですよ、うん、お願いしますよ、あとはまあ DVD ですか、我々の DJCD もありますね、皆さんね、店頭にはずっと流していただければ、あとなんだ、ジャージとかも売ってんだっけ、総北のね。そうですね、サイクルジャージかも。山ほどありますから。ぜひやるべきです ね。ぜひぜひ。ぜひマナちゃんとこと、うん、この番組と、はい、ウィンウィンで。ウィンウィンで。ウィンウィンで。ウィンウィンですよ、ウィンウィン。ぜひぜひ。まあ、ちょっと契約書交わしてもらって。はい、お願いします。続いて。